木枯らしの副番、小川未明。夜が長くなりました。お母さんはお仕事をなさっています。そのそばで兄弟は火鉢に当たりながら栗を食べていました。リンリンリンって何の音だろう。不意に翔ちゃんは頭を上げました。ネズミがお勝手へ出て鍋に触ったのでしょうとお母さんはおっしゃいました。たけちゃんが三輪車に乗っているのよとつねこさんが言いました。今自分誰が遊んでいるものか。しばらくするとまたリンリンリンという音がかすかに聞こえました。ほら本当だわ。お母さんと三人が戸を開けて外を眺めました。木枯らしが吹いて澄み渡ったいい月夜でした。角のタバコ屋の前に提灯の火が見えて人力車が道を聞いている様子です。そのうちこちらへ駆け出してくるとリンリンリンと心棒にはめた鐘の輪が鳴りました。傘をかぶったおじいさんの車夫です。そして車の上にはそれはきれいなお嫁さんが乗っていました。寒くなって三人は戸を閉めました。あれはお化けでない？と翔ちゃんが言いました。きっと狐よとつねこさんが言いました。いいえ、あのおじいさんはいつも停車場の前にいるおじいさんですとお母さんがおっしゃいました。兄弟は床の中へ入りました。その時またうちの前をリンリンリンと通る音がしました。今車屋さんが帰るのです。あとは木枯らしの声が聞こえました。